すもつ鍋、試合が始まります。勝者側では確か足森龍が勝利しているこの2人のカードですが、敗者側勝負は時の運、試合内容も十二分に変わるでしょう。灼熱を跳ね返して 17% ダメージでかいですね。植木から空中へまでつながる。さあ瞬間最大風速コンボ力ではファルコの方が勝りそうなもんですが、ただし立ち回りだったり判定勝負になってくるとどうしても龍が勝利する、そんなカードではあると思います。九条龍まで決定力、ファルコといえばやはり鳥、鳥といえば体重が軽いということで上方向への撃墜技が豊富な龍、あらぬパーセントで撃墜してしまう展開も少なくはないでしょう。空中前ピークドリルからのクエネでしっかりと対空取っていく。さあ駆け上がり、相手の動き同士を待っているが、セイヤーセービングレベル2入って、これは危ない。ガードを離したところに空中前の持続が刺さる。さあ撃墜のチャンス、ここでどう倒す。セービングを読んで空中前を置いたんですが、足森はしっかり理解した上で相手の横 B を刈り取っていく。この昇竜拳、さあリードは十分、ここからどこまで送りバントできるか。灼熱まずは 27.5 安定のダメージ、ここも行きたい。できることならずっと生き残っていたかったが、1ストックようやくもぎ取って前蹴りからの上京上半身無敵対空、空中前から下京つながる、その後のコンボなし、空中前空対空。さあもつ鍋のターンか、これは倒しきりの空中下2連だったが、しっかりと横軸をずらして足も返ってきます。横スマッシュのモーションが見えました。空中へセービングに対して無類の強さを誇るこのファルコの上京、昇竜拳までつながる。足もしっかりと3連発の昇竜コンボでストック削り切りの勝利。さあ2戦目、ステージは変わってスマ村から戦場に変わります。空中前タイク、またも先手を取ったのは足も格闘家、さすがの格闘家、打撃2回で 30% のダメージ、これは根元で跳ね返してダメージが高い 24%。 空中上からもつ鍋とターン、空中上に3回入って着地が力を日の竜巻だが、その後を読んでいる。さあ高いぞ、高度が高いと撃戦も近い。竜巻でなんとかファルコの判定をかき消していって帰ってきましたが、ちょっと危ないところだった。さあお互いにショートジャンプで様子を見る。上京2連発したが、この重い体重の竜、これは受け身を取る、帰ってくる、素晴らしいですね。逆にピンチ、下スマッシュ、横身を駆使して帰ってくる、素晴らしい復帰のターン。さあ竜巻撃墜、寿命の撃墜。さあずらしの初速が速ければなんとか抜けられるという場合もありますが、ちょっと空中ぐらいだとなかなかどうして難しいところもありますね。からの読み合いを挟んで横身でリターンを伸ばしていきました。めくっている、上スマッシュは当然間に合わない。フレームの優秀なこの回避を見て、さあ技が当たらない。空中前を2回振る。ここまでもつ鍋復帰阻止に行こうというか、まあ言ってはいるんですが、なかなかリターンを取れていないという状況が目立っていますね。そのあたりをどう修正してくるかも。これは空中下からリターンが伸びるか、灼熱を打つ、打撃技でかき消していく、空中後ろまで
もう少し後ろであれば倒せていたが、上スマッシュ回避はしっかり見てからかる。これが上位プレイヤーの証。上京2回おいしいコンボ、空中へ何回入んねん。空後まで 71%。 さあダウン取って、ギリギリ小足届かず。横スマッシュ、さあファルコとしては飛び込みは許したくないが危ないところでした。おお外回し蹴り、ごちゃったところに足の一線撃墜。とはいえダメージリードが甚だしい。これをどう守りきっていくか。足も小足中足灼熱入って74。さあファルコは軽いぞ、もう怪しい。空中ベクトル逆に飛んで撃墜。非常には吹っ飛びずらしが難しい場所で当たりましたね。さあリュウファルコお互いにメインキャラ、そこは変わらないでしょう。一戦目もつなめ側としてはなかなか撃墜、自分の撃墜はされない中で自分は 90% 前後で昇竜拳を食らってしまっているというところもあるので、やはりこのゲームストックの取り合いにおいては、というか取り合いをすることが勝負の本質であるという部分は見て伺いますね。空中前から上京までコンボ判断素晴らしい、64%。 しっかり見てくれね。空中しろ、激戦が近くなってきた。空中上から勝利、2段目しか当たらず。投げはしっかり避けて動き出しを待っている。空中しろ、ファルコのくちばしに対してもこの反転勝ちしていく、この竜の足ですね。クエのでかい相手を牽制、危ない。セービングまでは読んでいたんですが、昇竜拳次はないというバーターセントになってきました。肘からの空中しろ、飛び読みが冴えている。ジャンプを2連続で潰してストック2ストック先生。さあファルコの空中下といえども無敵の上半身には勝てない竜の強上京。空中白確定、灼熱が入る。さあリーチを詰め合えばどうしても竜が有利になり得るこのストックリードの状況で、もつ鍋はどう相手をいなしていくか。上に投げる、空中上は2回目は入らず。これは美味しい、ダブルアップを狙っていってもう1回トリプルアップだ。一気に86番、これは激墜か。さあ一瞬のコンボの隙間、割り込んでいったのは足盛りということで、もつ鍋相手に表裏2連勝となります。